どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、クラークラの運営さん、日本の運営さんが大きなか分かりませんけれども、クラッシュオブクランのイベントをやるかも、まあ、まだですね、多分クラッシュオブクランさんたちの運営さんがまだ全然話し合いの段階だと思うんですけれども、そちらのですね、まあ、ツイッターなんですけども見ていきましょう。はい、こちらはですね、クラッシュオブクランの公式さんの日本の公式ツイッターでございます。こちらのツイッターにですね、ご覧ください。アンケートにご協力お願いしますと。もし東京でクラクラのイベントを開催する場合、どのようなイベントにご興味あるか教えてくださいとして、こちらに URL が、リンクがですね貼られているんですけれども、こちら私もアンケート答えたんですけれども、まあ、答えてしまったので、もうできないんですけれども、まあ、どういうアンケートかっていうと、なんかタウンホール別わかんないですね。なんかいろいろ本当にイベント内容がたくさん、7個ぐらいかな、なんか欄があって、そこにチェックボックスにチェックを入れて、こんなイベントがしたいですと、あとは要望があったらなんか書いてくださいっていうのところがあるんですね。そのまあ要望は書かなくてもいいんですけれども、チェック欄が結構面白いんですよ。何でしたっけな、なんかもう本当に面白いので、例えばそのみんな運営側が用意した端末でなんかこうクラクラを攻めるみたいな、あとはなんかいろいろあったんですね。本当にいろいろありました。要するにですね、これはまだ本当その運営さんたちが、これちょっと前アメリカかなんかでイベントありましたよね。 YouTube でライブ放送されましたけれども、そんなような感じで日本でもやりたいなーって運営さんが喋っていて、じゃあちょっとユーザーに問いかけてみるかということで、ツイッターを多分利用したと思うんですね。そういうことなので、まだ全然、例えば実現は1年後2年後わかりませんけれども、結構後だと思います。まあ実現されるとしたら非常に面白そうですね。ということで、まあ私、クラッシュオブクランのツイッター、普通にツイッターで検索でクラッシュオブクランとか、あとは私のツイッターこちらなんですけれども、こちらをですね、見ていただければリツイート済みとリツイートしてあるので、そちらからも飛べるかなと思います。ぜひともですね、クラッシュオブクラン公式さんのツイッター、そして私のツイッターもフォローしていただけると嬉しいでございます。ということで、今回は、皆さんイベントにねアンケート答えればもういいね、いい感じになると思うので、ぜひともですね、運営さんに協力していいイベントになればいいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。